どうも。へえ、どうしても食べるならそっと優しく噛んでください。それ逆に嫌だ。あっという間に粉々にされる方が良くない？って、あれ？魔物が消えてる。あられちゃんやん、顔。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、アイノさんどこに行くでやすか？おぉ。すごい、なんか、多分、あと4つぐらい島増えるんじゃないかなって思う。あの感覚的に。モンゾーラ島に行けるようになった。あ、すごい。町あるね。町？村？なんかわからんけど、とりあえず。島を移動するときにはこれまでのプレイ状況をセーブデータに上書きしてください。よろしいです。ただし、足の船は大きくないんで、この島で集めたものは置いていってもらいやす。新しい島で裸一貫で頑張るでやす。マジで？あ、保管用の袋がちゃんとあるんやね。よかった。捨てるんかと思った。あいな、指導。早速新しい島に行くのね。ルル、お前も行くんだ。早く船に乗れ。そうよ、何、え？ルル行けないわ。なんだと？わがまま言うんじゃない。ごめんね。あのハーゴン兄弟の船が沈没してから、ルル船に乗るのがちょっぴり怖くって。だから、ルルここでお留守番してる。新しい島の冒険は二人に任せるわ。マジで？一人の方が嫌じゃない？なんか。木や緑、それ、食べ物を作る素材と、島を開拓する仲間をしっかり集めてきて。新しい島で大地を緑にする方法がもしわかったら、ここを美しい緑でいっぱいにして。みんなの理想郷、ルル王国を作り上げるのよ。フォッフォッフォッ。娘さんのことはわしに任せておくがよい。二人は安心して冒険に行ってくるのじゃ。まああれか、神様的な存在がついてるなら大丈夫かな。ち、それが一番不安なんだよ。仕方ない。俺たちが指導帝国の仲間を連れてくるまで、ここでおとなしく待ってるんだぞ。それぞれがそれぞれの国の名前を言う。うん。帰ってきたら三人で、ルル王国の建国式をしましょうね。よし、行こうぜ、アイナ。新しい島で何が待ってるか、楽しみだな。もうお互いに突っ込むこともせんのやね。さあさあ、船に乗るでやす。すぐに船を出しやすよ。お。早速、そこに乗るんすね。危なくない？落ちない？座ってるわ。さあ、新たな島へ向かうよ。まさか破壊の神とビルダーが出会うとは。やっぱりそうなんや。まあ、名前がね。しかしこれも運命。人も魔物も神ですら、運命から逃れられません。ってことは、最終的に敵対するようになるんかな？嫌やね。さあ、これよりは創造の時。存分に物を作り、復活の日を待つと良いでしょう。でもどうなんやろ？そうなった時にさ、破壊神指導こそ滅びゆく世界の最後の希望なのです。この、まあ今の人である時の記憶っていうのはなくなるんかな？つら。お、到着？モンゾーラ、5つの野菜が実る島。おー、でも5種類しか野菜ないんやね。あ、でもなんか緑豊か、いいね。全然雰囲気違う。荒れ果てとったもん、さっきの島。めっちゃ伸びよる。ふう、ようやく着いたな。今はね、もうこんな、ハイタッチするぐらい仲いいのに、シド。白爺のやつ、適当なこと言いやがって。船が揺れて散々な目にあったぞ。まあ、命があってよかったでやす。なんとかモンゾーラなる島に着けたでやすよ。それにしても、モンゾーラというのは初めて聞く島でやすね。ザハンやベラヌールとも違うし、足尾あたりの実を調べてみやす。檻を見て戻ってきやすから、お二人は存分に島を探検してください。よし、行こうぜ、アイナ。俺たちの島を開拓する仲間を探して、島に緑を作る方法を探るんだ。さあ、行くかな、じゃあ。なんかこの辺また、破壊。あ、ありがとう。奥に行ってみようぜ、アイナ。俺たちの島を開拓する仲間を探して、緑をね、作っていかねばだね。さあ、行きますか、奥へ。このロープも手に入るんかな？入らんのかーい。入らないんかーい。これ何？あ、これは岩かな？この辺は、あれか？これで壊せるのか。あ、なるほど。これで岩がゲットできる。なるほどね。ちょ、待って。飛び越えたかったの。おい、アイナ、この島なんだか妙だな。
木は枯れてやがるし、地面もビヨビヨして気持ちが悪い。それに変な匂いが立ち込めてやがる。なんかあそこにモンスターおる。こんな島で本当に緑を作る仲間が見つかるのか？手前だけやね、なんか緑が多いの。どうした？ん？おい、アイナ、あれ見ろ。あれ何の魔物？なんだあの赤いのは。ちょ、看板も気になるんやけど。ようこそ、恵みの島モンゾーラへ。まずは焼きたてパンをどうぞ。え？ここに、町があったってことかな、もしかして。ほう、どうやら何かの実みたいだな。あ、これモンスターじゃないの？マジで？ん？モンスターでしょ？くな、どういうことだ？実が爆発しやがったぞ。く、それにしてもひどい匂いだな。あたりの地面もドロドロになりやがった。ははは、面白い。こんな妙なものがあるなんて、やっぱりこの島普通じゃなそうだぜ。楽しいのか？ん？何？おい、やいな、あっちに魔物の気配がするぞ。お！やめてください。私の食べても美味しくないです。いやー。助け、なんかすげー遠く。楽しそうな悲鳴だな。向こうに誰かいるみたいだぜ。やっぱり中身が指導だからなのか。人の悲鳴を聞いて楽しそうと言われてもね。楽しくないよ。なになになに？戦いの匂いがするぜ。なにこの、なんか、マークがついてる敵は。なんか普通の敵と違うってこと？あ、ちょっとした、なんだお前。ちょっとしたミニクエストみたいな感じか。やめてよ。もう倒したん？早。早いな。イエーイ。あれ？倒せてない。倒せてないやんか。倒してこいよ。あれ？今のダメージ与えれたんかな。イエーイ。マンドリルを倒した。イエーイ。ほら、こんなん仲いいのに。よし、魔物どもをぶっ倒したな。おい、岩の上に女がいるぞ。さっき叫んだのあの女か？あ、なるほど。え？結構近かったね。あれ？思った以上に近かったぞ。ちょ、待って、移動できない。あ、もしかしてこれ、お、登れるやつ。どうも。へえ、どうしても食べるならそっと優しく噛んでください。それ逆に嫌だ。あっという間に粉々にされる方が良くない？って、あれ？魔物が消えてる。あられちゃんやん、顔。やった！きっと私の気迫に恐れをなして逃げていったんだ。気迫とか出てないよ。見えてます、私のこと。って、うわぁ、あなた誰です？いつからそこに？え、あ、あなたたちが魔物？これは失礼しました。私はチャコと申します。あなたたちは一体、仲間になるんかな、この子。記憶喪失の指導さんにビルダー見習いのアイナさん？この島に緑を作る仲間を探しに来た？あなたはビルダーだなんて大きな声で言わない方がいいです。おかしい人だと思われちゃいますよ。え？だけど、自称でもビルダーさんがいれば。何何？うん、私決めました。やっぱり背に腹は変えられません。この先に畑作りの天才である私の大農園があるんです。どうか私についてきてください。ん？いいね。行きましょう。行けよ、早く。農園はこっちです。私についてきてください。ついていくから早く。めっちゃゆっくりゆっくり降りてく。ちょ、待って、早い、今度は。よし、ついていくぜ。君はアラレちゃん走りはしないの？アラレちゃんみたいな顔してるのに。行きましょう。はい、オッケー。行って行って。あ、あれ？もしかして。おー、いいやん、いいやん。ちゃんと村があるやん。あ、これ旗刺すとこじゃない？不思議な模様の苗床がある。苗床なの、これ。アイナさん、シドウさん、ようこそ、ここが私の大農園です。大っていうほどじゃないけどね。ん？そんなものどこにある？農園っていうのは廃墟のことを言うのか？アイナさん、シドウさん、大農園はこれから作るんです。できてない！マジか。ここはモンゾーラ島。かつては鮮やかな緑に溢れ、たくさんのお野菜が育つ、実りの島でした。でも、ババンゴの実が現れてから、すべての土が腐り、不毛の島になったんです。あ、じゃあやっぱりさっきのモンスターじゃないんや。見ないんやね。私はこの腐った島に、かつての大農園を復活させたい。そして緑を取り戻したいんです。ん？あそこの奴らは誰だ？お仲間ですか？あ、ババンゴの実？ポンペよ、この地にはわずかながら作物が育っておる。ひょっとするとこれは。でも、ババンゴの実もあるしよ。
こんなに近づいて平気なんすか？せっかくの植物。ドルトンさん、ポンペさん、アイナさん、シドウさん、あっちです。様子を見に行きましょう。あっちなのは分かってるよ、見てたから。どうも。ドルトンさん、ポンペさん、大丈夫ですか？何あれ、近くに井戸があるんかな？チャコよ、どうするのだ。わずかに育っていた小麦も、ババンゴの身のせいでダメになったぞ。して、誰だこやつらは。随分怪しい二人組だが。アイナさんとシドウさんです。アイナさんは自称ビルダーなんですよ。え？ビルダー？堂々とビルダーを名乗るなんて、おかしい人なんすか？ええー、チャコよ。もうお主には騙されん。ビルダーというのもまやかしに違いない。行くぞ、ポンペ。え、あ、うっす。仲間割れ。チャコよ、諦めるがよい。やはり大農園の復活など不可能なのだ。ほら、そこに、あ、綺麗な作業台があるやん、ちゃんと。なんだ、あのヒゲは。よく知らないが、無性に腹が立つな。だが、ヒゲの言うことももっともだ。腐った土で農園を作るなんて無理だろ。そんなことありません。農業の天才である私と、自称でもビルダーさんがいればきっと。お前諦めが悪いな。どうしてそんなに農園を作りたいんだ？どうしてって、大農園を作ることが私の夢だからです。夢か。俺には夢とか希望ってのがいまいちわからないが。生まれ変わりなのかな、指導の。お願いです、アイナさん。ビルダーさんのお力で私の農園作りを手伝ってもらえませんか？それはもうもちろん。わーい、やったー。自称でもビルダーさんがいれば心強いです。自称でもがさっきから邪魔だ。アイナさん、シドウさん、改めてよろしくお願いします。みんなで素敵な大農園を作りましょうね。さーて、そうと決まったら、大農園の始まりになる最初の畑作りです。ね、さっきの、誰やった？ポンペさんと誰かさんは帰ってこないのも。どこにしようかな。まずは畑の場所を決めないと。どこが畑かわかるように目印のようなものがあるといいんですけど。お、新たなレシピをひらめいた。なんだなんだ？かかし。畑の成長を守る人形、周りの健康の土を10日間耕して畑にする。あ、それを置いといたら勝手に畑作ってくれるってこと？アイナさん、どうかしたんですか？なんですその下り顔は。下り顔。え？かかしを思いついたですか？なるほど。確かにかかしを立てておけば畑の場所が決まりそうですね。そうだな。かかしを立てる場所は、どこ？健康な土のとこじゃないといかんのやろ？うん、あそこが安そうです。健康な土が少しだけあるみたいですし、少しあれば大丈夫なんかな。私ワクワクしてきました。畑の場所が決まったら、自慢のクワで土を耕しちゃいます。かかしの素材になる紐は、岩肌の土を、木材近くの木を、ハンマーで壊せば手に入るはずです。さあ、エイナさん、近くの素材からかかしを作って、あそこに立ててください。あそこに扉があるところはきっと、建物にするんだろうな。ちょっと待って、この辺の枯れた草とかもね、枯れた草もそのまんま材料として使えるんやね。それは別に枯れとっても大丈夫なんや。ツタをハンマーで壊さんといかんって言ったよね。あ、これとか、あ、でも飾りっぽくて可愛いけん、ちょっとそこはやめておこうかな。じゃ、これを、違う。は、へ、取れたけど、取れたんだけど、ちょっと待って。え？なんだ？どうすればいいんだ？お、置けない。置けないよ。助けてー。これをどこに置けばいいんだ？ね、壁。壁に。は。全然つけられないんだけど。ポイッと置きたいのに全然。ちょ、待ってよ。とりあえず、ファサッとやっといた。違う、邪魔。邪魔すぎる。あれ？ちょっと待って。あ、これか。ふぅ。どうやって切り替えればいいのかがわからなかったで一瞬。違う。はい、切り替えて。これで、ロープが取れると。ロープ何個いるんかな？ほっ。あれ？
あれ？ちょ、待って。だからそういう風に取らないでって。ファサ。く。もうすぐグローブに切り替えていくんやけん、やめてほしいわ。はい、これでカカシ1個作れるでしょ。よーし、作った。カカシを置いてみよう。カカシを地面に置くと周りの健康な土を農民たちが耕して畑にしてくれるぞ。ってことで、これを置けばきっとあの子が耕してくれるってやつやね。真ん中に置けばいいんかな。よし。オッケー。うわー、何この怪しげなカカシ。全然可愛くないんやけど。やった、カカシを立ててくれたんですね。これで畑を作る場所が決まりました。よーし、土を耕して畑にするぞ。私の耕しっぷり、見ててください。耕しますよ。お、耕してくれるの？おー、いいね、いいね。ザックザックと。お、帰ってきたの君。お主がビルダーというのもまやかしに違いない。大農園の復活など不可能なのだ。何？どこからやってきたの？何？ずっといた？もしかして。ねえねえ。あんたどう、おかしくないよ。そんな、そういう言い方やめてもらっていいですかね。ねえ、ちょっと早く耕してよ。何このハート。え？不思議な何かを手に入れた。何これ？なんかゲットしたんやけど。はあ、畑作りってやっぱり楽しい。この嬉しい思い溢れ出ちゃいそう。って、どうしたんです、アイナさん。満面の笑顔で腕なんか突き上げて。なんかハート拾ったよ。え、私から何かが溢れててそれを拾ったですって？怪しすぎる。それってもしかして、私のものづくりの喜びが形になったものとかですか？アイナさんが手に入れたそれ、今はまだ何かわかりませんが、もしまた見つけたら集めておくと役に立つかもしれませんよ。ビルダーハートを集めよう。ものづくりを喜び、興味を持った人は不思議なハートを落とすことがある。集めると良いことが起きるかも。へえ、すごいあれ。ハートに囲まれまくっとるやん。さあ、耕して、耕して。あ、今、ハート二つ目ゲットした。やったやん。待って、この辺さ、これ壊しといた方がいいよね、多分。よーし、オッケー。あ、ごめんね。ごめんね。ほら、なんか、いっぱいハート落としてくれる。ありがたーい。なんか知らんけど。なんか知らんけど。とりあえずこの辺はちょっと整備しとこうかな。お、いいぞいいぞ。何個集まったら何があるんやろうな。あ、何？お、耕し終わったか。やったね。見てください、アイナさん。カカシの周りに土をばっちり耕せました。これも全部、アイナさんカカシを作って畑の場所を決めてくれたおかげです。さすがはアイナさん。命の危険を顧みず、堂々とビルダーを名乗るだけありますね。まあ別に命危険と思ってないからね。え、どうしてビルダーを名乗ったら命が危険なのかですか？またまた、ビルダーが目の敵にされてることくらい、アイナさんだって知ってるくせに。さあ、ひとまずこれで土を耕しました。引き続き畑作りを進めていきましょう。こんなまだらな畑でいいの。さあ、土を耕した後は種植えです。種植えこそ、畑作りの醍醐味、畑作りの醍醐味ですよ。アイナさん、はい、これ。キャベツの種を5個手に入れた。あとの5個は君がやってくれるってことかな。ぶっちゃけて話をすると、土は誰が耕しても結果は同じです。でも、種植えは戦績なものが問われます。だからアイナさんにお任せしたいんです。私が耕した土の上に、5個のキャベツの種を植えちゃってください。センスとかあります？あ、まだ耕すのね。なるほど。なるほど。でもあれだよね。早く耕してくれんとさ、バランスよく植えていくこともできんのよね。とりあえず早く耕してよ。もうこの辺。はい、植える。どうしよう。センスとか言われても困るんよね。まあ、こういう感じで植えていこうかな。はい。で、あとここにね。はい。あ、あと一個どうしよう。あと一個、じゃあここにしようかな。はい。わあ、畑にキャベツの種植えられたんですね。すっごくいい感じです。これなら、あんな調子のドルトンさんやポンペさんもやる気を出してくれるかもしれません。
私ずっとなんかもうどっか行ったんかと思いよった。ずっとおったんやね。もうすぐお野菜が育つ環境が整いそうです。この調子で畑作りを進めていきましょう。そして君から溢れ出たハートを拾いたいんだ、私。オッケー。アイナさんのおかげで土の準備と種植えができました。あとは水まきです。アイナさん、あそこの小さな丘が見えますか？あそこから水が湧いています。でもあんな高い場所から汲んでくるのは少し大変そうで。井戸はないのか。そこでなんです。アイナさんのビルダーの力で、あそこに水場的な何かを作れませんか？あそことはどこですかね。何？お？え？びっくりした。あ、なるほど、ここに。別にあの上ぐらい登ってきていいんじゃない？近いやん。どんだけ遠くなんかと思ったわ。水場の設計造影がいた。これで、泥が23個に壊すブロックが1個。何壊すブロックって。わっ！これは水場の設計図？こんなものを描けちゃうなんて、すごいです、アイナさん。島で描いたやつと似てるな。あの時は神殿の修復だったが、今度は素材集めから自分でやるわけか。設計図に使う泥は、あたりの地面を壊すと手に入るはずです。モンゾーラは泥だけは豊富ですから。最後に水をせき止めている泥を壊して、水を流し入れれば水場が完成しますよ。ふんふん。そうそう、途中でお腹が空いたら、西にある海岸で昆布を取って食べてくださいね。あ、そうよ、昆布ももうないんよね。今この場所に。じゃ、とりあえず、この辺かな？あ、これじゃダメなんか。は。これで、結構な数必要よね。全然手に入ってないよ、それ。全くもって手に入ってないよ。じゃあもうちょっと早く。ちゃんとやって。帰るなよ、おい。私がこんな苦労して今土を取ってるんだぞ。ほら、協力して。全然取ってくれんやん。何個必要やった？へいへいへい。違う、全体マップになるんや、これ。はっ。あれ、もう壊せるところが。何個やっけ？ 24 とかやったっけ？なんか思ったよりもいっぱい敵がいるな。ん？あ、ここはないや。なんか定期的にいろんな場所が。いやー攻撃してきた。じゃあ私、素材集めてるからさ、ちょっと頑張ってて。とりあえず30個ぐらい集めとこうか。ありすぎて困ることないよね。あ、30個集まった。あとは、壊すブロックって何やろ。どう？いけた？まだ？へい。やったね、ありがとう。油も手に入ったし。これで、ハートは溢れ出てないの？で、壊すブロックってなんだ？あ、これかな？もしかして。かもしれんね。じゃ、とりあえず、これを置いていくんやけど、どういう風にやればいいんやっけ？あ、なるほど、なるほど。そこのブロックを壊せばいいよっていうことか。あ、なるほどね。そういうことね。なるほど、なるほど。へい、じゃ、置いていこう。この上に置いていけばいいんかな。はい。これは2段いるの？ 1 段？あ、1、いや違う。2段で、あと周りが1段ってことかな。うんうん。これで、あ、草の上にも普通に置けるんやね。なるほど。ちょっと待って。はい。これ白いやつの上に置いていけばいいよね。多分。ほっ。はっ。あ、そこじゃない。そこじゃないんだ。あれ？よいしょ。おい、オッケー。さあ、これでちょっとずつ。なんかさ、前までもうちょっといい置き方があって、こうしていけばいいんか。あ、オッケー、オッケー。
あ、ちょっと違うとこ行った。はい。で、これで、こう、ん？これ違うね。これ、あれ？あ、いや、違うあんか。ここであっとんか。え？合ってんのか、これ。あっこが2段で、それ以外は、これをさ、下に置きたいんよね。そう、あの、下に置きたいんだ。置けない。置けないよ。ちょっと待ってね。これで、はい。あ、これでいいんかな。あれ？これで、あ、ここが1個いらんのか。あ、ちょ、待って。ちょ、待って。そこはいります。で、多分ここがいらないんだ。そういうことでしょう。これで、どこのブロックを壊すって？ちょ、待ってね。こういう風にできたけん、次は、この横のところを、よし。あ、あるやん、ちゃんと。普通にあるやん。はい、水場の設計図が完成した。いいね。でもなんか、ちょ、せっかく綺麗な水の中を通ってくんなよ。え、溺れてない大丈夫？やるじゃないかいな。うまいこと水場トイレが作れたな。めっちゃ水に浸かっとんやけど。うわぁ。ありがとうございます、アイナさん。これで畑に水をまけます。ぶっちゃけた話。水も地質同じで、誰がまいても結果は同じです。だから私に任せてください。お二人や私の水のやりっぷり、ゆるりと見ててくださいね。水のやりっぷりとは。あ、ありがとう。はい。どうもどうも。さあ、早く水をやれよ。畑に水をまきますね。お。バケツに汲んだ。なるほど。じょうろとかじゃないんやね。バケツか。びっくりした。それ一回一回やるんかと思った。一回一回次に行って、かけてっていうのを繰り返すんかと思った。それはちょっとね。そして私はハートを集めていく。お、もうすでに目が早くね。やばいね。ちょっと早くあと一個。水をやれよ。早く早く。はい、オッケー。やったね。お待たせしました、エナさん。おかげさまで畑に水をまきました。健康の土を耕し、種を植え、そこに水をまく。これが畑作りの基本です。簡単のようですが、島には健康の土がほとんどありません。なかなかできることじゃないんですよ。腐った土は黒くテカテカしています。表が緑でも断面が黒いのは腐った土です。あ、そうなんや。断面も茶色なのが健康の土ですから、よーく見て違いを確かめてくださいね。ふんふんふん。じゃ、ここのなんか健康の土に入れ替えるっていうことはできるんかな？アイナさん、これで畑は完成です。あとは種の成長を待つばかりですよ。時間とともに芽が出て、葉が大きくなって、立派なキャベツが完成するはずです。キャベツが無事に育ったら、装備してるヒノキの棒を振り回して刈り取ってくださいね。ヒノキの棒で刈り取るの？乱暴じゃね？アイナさん。キャベツが育つまでとっても時間かかります。キャベツが育つまでの間は、種を植えたり、農園をきれいにしたりしながら待っていてくださいね。あとこれ、さっき見つけた種もお渡ししておきます。ぜひ植えてみてくださいね。おー、キャベツの種、どこで見つけたんだ？待ち遠しいですね。確かに、めっちゃ待ち遠しい。何やってんだ、二人。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あのおじさんたちはまだ認めてくれてないんかな、私と、あの子のことを。